純一です。いつも、視聴いただきましてありがとうございます。今日は、前回の、真空管アンプの電源回路についてのお話の続きとなるんですけども、ではですね、その電源トランスって、どういう会社が作ってんのっていうことがちょっと分かっていかないと、インターネットで検索するにしても、ネットショップで、インターネットで検索してネットショップで買うにしても調べられないと思うので、すいません、私が知ってる範囲内なんで、これ以外にももちろん会社さんあると思うんですけども、分かってる範囲で、紹介したいと思います。で、一つはですね、 ISO トランスっていう会社があります。以前ですね、丹後、平田製作所っていう会社がやっていたものなんですけども、残念ながら廃業されまして、そこで働いてた方がまた立ち上げて、今 ISO っていう形で、トランスの販売を、これは製造されている会社です。製造会社さんがあります。非常にですね、なんていうんですか、最初に説明した無線と実験とかラジオ技術さんなんかで、この ISO っていうトランスを作った、製作例が非常に多いですので、この会社は非常に重要なのかなと思います。それから田村製作所ですかね、ちょっと会社名全部忘れてしまいましたが、今はもうメインのフィールドは、半導体じゃないですね、プリント基板の実装機とかですね、そういったものをメインでやってる会社になるんですけども、ここも、トランス、オーディオ用のトランスを作ってかなり、年月の長い会社です。昔 BTS 規格とかですね、そういうものを作っていた会社ですので、非常に性能もいいものです。ただ今はもう事業の主体が変わってしまってますので、品種も限られたものだけ、作られているような状態です。それから、ゼネラルトランスさんというものがあります。秋葉原にですね、ショールームというか直営店がある会社さんです。以前は野口トランスっていう会社だったんですけども、やはり残念ながら廃業されてしまいまして、そこのもともとこの会社が作られてたっていうことなんですけども、そこが直接販売されるようになりました。個人的にはですね、非常にお値段もお手頃で、買いやすいなと、非常にありがたい会社さんだなと今は思ってます。それから春日無線さんっていうのもあります。これも、秋葉原の、何線ですかね、ガード下にまだ昔ながらの部品屋さんがあるんですけども、そこでやられてます。ちなみにゼネラルトランスさんはラジオデパートの中でやられています。で、春日無線さんは、どちらかというとこの ISO とか田村とかゼネラルトランスが作っていないようなちょっと変わった、出力感とかに対して、マッチングを取ったようなトランスを作られている会社です。で、橋本っていう会社もあります。で、ここも、ここはちょっとこの2つと似たような規格のものを多く揃えられていますけども、橋本さんもやられてます。それから、ショップ系になってくるんですけども、新宿の P&C エレクトロニクスさんでも、以前はトランスを販売されていました。で、今ももしかしたら、オーナーさんによって、問い合わせしていただければ、こういう例えば4号シングルのアンプを作りたいんですけど電源トランスありますかとか、 71A を作りたいんですけどありますかとか、 6V6 を作りたいんでありますかっていうことで、電話で問い合わせしていただければ、教えていただけるんではないかと思います。で、それからあと昔横浜にあるウェルカムっていう会社さんがあったんですけども、今ちょっとこれはすいません、私は営業してるかどうかわからないんですけども、ここもショップさんなんですけども、自分のところでトランスを企画して販売されている会社です。それから海外でいう と、電源トランスはハモンドっていうところがやってます。これはですね、デジキーとか使うと、自分で輸入もできます。値段もですね、特別高くはないですね。バンド型の変わったタイプを手に入れたり、あとちょっとこういう ISO さんとか田村さんがやってないような電流の大きいようなトランスなんかも、作られている会社さんです。あと海外のもの他にもあるとは思うんですけども、ちょっと私の知っている限りだとこのハモンドさんっていうところになります。じゃあですね、
まあ、もう YouTube なんで、まあ、こんなのがどこで買ったらいいんだみたいな話も、言っちゃっていいのかなと思います。で ISO 単語さんは、まあ、さっき言った通り、制作例に非常に出てくるので、もうそれ通り作りたいっていう方にはもうこれをですね選んでいただくのが一番間違いないなと思います。でゼネラルトランスさんは、まあ、お店がありまして、そこにやはりトランスに詳しい方がいらっしゃいますので、お店訪ねたらですね、いろいろ教えていただけると思います。で秋葉原にありますので非常に、利便性もいいです。ただ営業時間等はよく調べていかれた方がいいかと思います。でちょっとですね、春日無線さんはもう、非常に詳しいと思います。ただ自分の方もある程度何したいっていうことをしっかりして持ってからお店に行かれた方が、教えていただけるんじゃないかなと思います。で、P&C エレクトロニクスさんは、トランスだけの販売じゃなくて真空管アンプのキットですとか真空管、それから、いろんなですね、まあ、アンプ、まあ、スピーカーなんかも販売されたりしてますし、マスターは真空管も自分で作っちゃうような方ですので、かなり詳しく、教えてくれるようなところかなと思います。でこの辺はごめんなさい、ちょっとウェルカムさんとかは問い合わせしたことがないんでわからないんですけども、かなり、まあ、昔のカタログを、カタログというかですね、広告を見る限りでは、安い値段の会社かなと思います。まあこういった形で、まあ、それぞれちょっとずつ特色がありながらいろんなものがあります。で一つすごいなと思うのは、日本でこんなニッチな真空管アンプを作りたいって言ったら、こんなにですねトランスメーカーさんというかトランス買えるところがあるんですね。でこういう状態って多分日本だけだと思うんですよ。アメリカなんてもう本当国土が広いんで、売っててももうネットでしか買えないと思うんですよね。だからあとは、まあ、Facebook とかTwitter とかで情報交換して、物を得るとか。でヨーロッパもやっぱり国土広いですし、まあ、あんまりですねそのどうも真空管アンプを作るっていうそういう趣味はあんまり、大きくないようです。で日本は、この趣味がすごく伸びた国ですので、まあこう私は正直ですね恵まれてるなと思います。で、あんまりこういうところで言うことじゃないんですけど、ぜひメーカーさんもですね、まあ非常に苦労されてるとは思うんですけども頑張ってですね、ぜひまあ私ももう40歳なんであんまり若くないんですけども、もっとこういうちょっと自分でお小遣いを使えるようになってチャレンジしたいっていう人とか興味があるっていう人を増やせるようにぜひ頑張ってですね、まあ、攪拌っていうかですね、そういう興味持ってる人に対してこう一緒にやっていくようなことをですね工夫して、まあ、あと50年ぐらいはこういうものが50年100年、まあ、50年とか言わずにですね、まあ、ずっとですね、真空管アンプの音って何て言うかですね、人間味がある音だと思いますので、一緒にですね、まあ、続けていければなと思います。まあ、最後の方ちょっと余計なことも話してしまったのかなと思うんですが、まあ、こんな形で、まあ、真空管アンプに関わる、YouTube をやっていきます。もし、よかったら、チャンネル登録、していただけたら嬉しいです。成長いただきありがとうございます。